世界は欲望に満ちている。それだけは魔界も人間界も変わらない。俺は魔界に関心がなかったし、やりたいこともなかったから人間界に定住した。魔界から送られてくる金とバイト代で細々と暮らす平和な日々、本当に気に入っているんだ。電気料金支払いのお知らせ、内容をご確認の上、了承もしくはキャンセルを選んでください。こういう煩わしい問題さえなければ。はいはい、了承しましたと。え、なんか落ちてきた。はじめまして、かわいいご主人様。ご主人様のサポーター、モナと申します。は？え、何？サポーター？はい、ご主人様は先ほど次期魔王を決定するための魔王争奪戦に登録されましたね。はあ、何言ってるんだ。魔王がなんとかって。おい、勝手に俺の携帯触るなよ。覚えてませんか、ご主人様は先ほど自らの手で魔王争奪戦の参加に了承されたでしょ。え、そういえばさっきのメールで了承ってボタンを押したような。いや、でも私はこの部屋を使えばいいですか。若い男の子の匂いがしますね。おい、勝手に横になるなよ。で、どういうことだよ、魔王争奪戦って。あれれ、魔界のニュースを知らないのですか。当然知らないよ、俺は魔界がうんざりだからここにいるんだ。ご主人様、お友達がいらっしゃらないのですね。なんてかわいそうに。 うるさい、ぼっちってわけじゃないぞ。てかニュースってなんだよ。現在魔界はちょっとしたお祭り騒ぎです。現魔王ルシフェロ様が突然引退を宣言し、行方不明になってしまったのです。いわば家出ですね。家出？魔王が？そこで次期魔王を選ぶ魔王争奪戦が開かれることになったわけです。先ほど俺の意思とは関係なく。何をおっしゃるんですか。先ほどご自身の意思で了承ボタンを押したじゃないですか。だからあれは違うっての。俺は魔王になんて興味ないんだ。では魔王争奪戦について学んでみましょう。レッツゴー。勝手に話を進めるなよ。さてご主人様は現在魔王の子孫の中で最弱と言われ軽んじられています。どうでもいいだろ、余計なお世話だ。ですが最弱なんて称号とはもうさよなら。満を持して魔王争奪戦に挑むためにモナがスペシャルガイドをして差し上げます。休日は家でダラダラ過ごしたいのに。まずはその引きこもり癖から直しましょうか。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとって楽園です。なぜって、それはたくさんの欲望が渦巻いているから。早速チュートリアルを始めましょう。モナがご主人様を立派な悪魔にしてみせます。
久しぶりの人間界です。やっぱりいいところですよね。ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、何の心配もいりませんよ。モナがついていますから、手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰らせて。戦闘が始まりました。まず基本的なことから教えていきますね。北にはご主人様のチームメンバーが配置されます。今上に見えるのが敵です。敵とメンバーたちは自動的に攻撃を行います。これを通常攻撃と言います。時間が経つとゲージが溜まって強い攻撃ができるようになります。この攻撃をノーマ…よくできました。ノーマルスキルは通常攻撃より大きなダメージを与えます。続く。今度はクリティカルについて説明しますね。ノーマルスキルは一定の確率でクリティカル攻撃になります。その際、スキルボタンの上にクリック。